ジョージ・ワーカー・クローフォードジョージ・ワーカー・クローフォードはアメリカ合衆国の政治家。1843年から1847年までジョージア州知事を1849年から1850年までアメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1798年12月22日、クローフォードはジョージア州コロンビア軍において誕生した。 クローフォードは1820年にニュージャージー大学を卒業し文学士号を取得した。クローフォードは法律を学び、1822年に弁護士として認可を受けた。クローフォードはジョージア州オーガスタでヘンリー・ハーフォード・カミングと共に弁護士業を開業した。クローフォードは1826年にジョージア大学から文学修士号を送られた。 1827年、ジョージア州知事ジョーン・フォーサイスは、不在となっていたジョージア州検事総長のポストに、クローフォードに任命した。同年、クローフォードは、自身の父親に関する出版物に抗議をし、執筆手であるトマス・イーバーンサイドに決闘を申し込んだ。決闘は、翌1828年1月5日に、アラバマ州法と、 ミッチェルのチャタフーチ川ワ岸で行われた。クローフォードはバーンサイドに3発の銃弾を命中させ、勝利した。バーンサイドはその場で死亡した。この事件は、クローフォードの経歴に傷を残さず、クローフォードは1831年まで、検事総長を務めた。1837年、クローフォードは、リッチモンド軍から、州会院議員に選出された。 クローフォードは財政上の保守主義者として有名になった。1842年、連邦会員議員、リチャード・ハーバー・シャムの死去に伴う欠員補充のため、クローフォードはホイック島から公認の連邦会員議員に選任された。クローフォードは1843年1月から人気満了となる3月までの2ヶ月弱、連邦会員議員を務めた。 1843年、クローフォードは州知事選挙でマーク・アンソニー・クーパーを破って州知事に当選した。クローフォードは州知事としてジョージア中央銀行の廃止に着目し、経済的健全性を求めて建物を刑務所に改装した。またクローフォードはウェスタンアトランティック鉄道の延伸を支援した。クローフォードは1845年に 州知事再生を果たした。クローフォードは州知事としての2期目に州議会の選挙区割り目のオシア州最高裁判所の設置などを行った。クローフォードは地域の問題に集中して取り組んだ。クローフォードは3期目の州知事には立候補しなかった。クローフォードはホイック等の歴史において唯一のジョージア州知事となった。 テイラー大統領とその閣僚1849年にザカリー・テイラーが大統領となると、クローフォードは陸軍長官に任命された。クローフォードは陸軍長官として連邦政府が先住民族ジョージ・ガルフィンの子孫に対して移住を求めた問題に関与し、クローフォードは問題解決のため多額の分担金を受け取った。1850年に テイラー大統領が休止すると、間もなく、クローフォードも陸軍長官を辞任した。クローフォードは陸軍長官を退いた後、およそ10年間にわたって隠居生活を送った。1861年、クローフォードはジョージア州連邦離脱会議にリッチモンド軍代表として選出された。クローフォードは会議において議長に選出され、 連邦離脱の投票過程を監督した。1872年7月27日、クローフォードは、ジョージア州オーガスタ近郊の村、ベルエアの辞書で死去した。クローフォードの遺体は、オーガスタ市内のサマービル墓地に埋葬された。クローフォードの父親は、アメリカ独立戦争の退役兵、ピーター・クローフォード。母親は、ピーターの10枚メアリーアン・クローフォードであった。 クローフォードの祖先は17世紀中頃にバージニア植民地に入植したジョン・クローフォードへと遡ることができる。1826年5月4日、クローフォードはメアリーアン・マッキントッシュと結婚した。二人の間には四人の子供が生まれた。ウィリアム・ピーター・クローフォード・サラー・マッキントッシュ、クローフォード・アンナ・エリザベス・クローフォード・チャールズ・エクローフォード。 デラウェア・ウィークリー・アドバタイザーファーマーズ・ジャーナル、ザ・ザーズ・デー、フェブラリー14、1828、左から、ジョンソン司法長官、メレディス財務長官、プレストン海軍長官、テイラー大統領、クロー・ホード陸軍長官、コラマー郵政長官、ユーイング内務長官、クレイトン国務長官。ありがとうございます。